ちょっと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回はなんとか大友家を滅ぼし、島津家に一撃加えたところまで。このまま攻めれれば最高なんだが。正直しんどいかなぁ。奇襲攻撃に成功したという程度だからな。自力の差は少し厳しすぎるからなぁ。なんとか差を埋めたいところだが、島がつく武将がまずいないんだぜ。島津家を速攻で滅ぼして、が初期のプランだったからなぁ。それが破綻してしまったからもうどうしようもないんだぜ。とにかく島津家を滅ぼすことに全力を注ぐか。毛利家の援軍を求めつつ、なんとか攻略を進めていこうじゃないか。前回の威風中山の活躍を生かすべく、岡城を目指していくんだぜ。なんか熊本城を目指してる部隊がいるんだけど、帰ってくれると思いたいが、お聞き成功すればでかいけど、五分なのがなんともだな。お金なら多少あるから契約系ならいくらでも仕掛けていいぞ。軍道整備はいるのかいらないのか。むしろ、うちじゃなく島津家側に有利になりそうな気配があるんだぜ。まずは島津家に魂を打った同説の撃破を目指さねば。できれば首も欲しいが。かばやま勢はそのまま攻めてくるか。同説撃破して戻るしかないか。岡城と臼杵城は攻略しておきたいけど。苦しい戦いだったけど、撤退させて見事討ち取り。これで少しは楽になるか。有力な武将を討ち取れればな。腰兵糧がきつかったので攻略は断念して撤退。戦火拡大がうまくいかないんだぜ。焦ってもいいことないからな。地道にが合言葉だな。かばやま勢も合戦で仕留めていく。打ち取れなかったけど無事勝利。損害は半端ないけどな。もう一部隊が上代だから仕方ない。早く制度改新を発令しないとまずいんだぜ。この後長篠お戦いが起き、武田家が滅亡ロードに入った。織田家の伸びすぎな状況が少し心配なんだぜ。その前に島津家が攻勢準備に入ったぞ。やられる前にやらねばならんか。後手に回ったら確実にやられるからな。やられる前にやれの精神で。毛利家の援軍を出してもらい臼杵城を攻めるんだぜ。臼杵、丘のラインで守りたいところだからな。政策もどんどん発令していく。少しでもプラスになることをしていかねばな。集まりが悪いな。島津家はまだ来るけど、あんまり待つと毛利家の援軍がやられるかも。その間に部隊が減る可能性もあるわけか。まだ都の氷城だもんな。弱で我慢するか。弱で諦めでいいと思う。弱すらなくなったらきついしな。威風が発動する可能性があるうちにやるべきだな。じゃあ、行くか。左側のコブの騎馬一応高所扱いになってるけど、見てくれる部隊がいないだろ。の木口守りそうだもんな。とにかくコブの木を抑えて、吉川さんに頑張ってもらうか。吉川さんならワンオペでも木口落とせないかな。国衆ならなんとかなりそうだが、5000以上率いていると少し厳しいかもな。結構来るな。鉄砲隊、さらに右を抜けられたじゃないか。なんて厄介な戦場なんだ。このままだと自利品になるな。早いところいろいろ片付けていかねば。最近よくやられてる襟口勢を撃破し、福原勢を戻しての木口を守らせるんだぜ。総流勢が持たなそうだからな。総裁は自らの木口勢。総林勢が撤退した。福原勢が間に合ったからなんとかなるだろ。犬わらべ勢を撃破。これでの木口を破壊すれば勝てるだろ。厳しい戦いになったけどの木口を破壊してなんとか勝利。1万近くやられたか。その通りだな。もう少し損害少なく勝つ方法を取らねばな。それでなくても回復力が段違いなんだから。あとは威風弱さんが。我らが勝利を触れ回るのだ。
薄木城の軍を寝返らせて攻略を支援してくれた。黒瀬城が島津家の城というのが厄介だな。長宗我部家に期待だな。さすがに四国に行く余裕はないからな。ここで甲州征伐が。ということは、武田家滅亡が近いということか。少し早すぎない。本能寺の直前まで我慢してくれよ。薄木城をなんとか攻略。威風の支援をもらいながらここまで苦戦するとはな。なかなかに厳しい。はい、お帰りください。3万近くで包囲してるのに苦戦しているのが宗家渋沢。よしひさが援軍できたからサクッと撃破して。ここで足利家と親善が終わり。役職をもらうんだぜ。まずは対馬か筑後の守護職しかもらえない。九州を制すれば九州短大をもらえるかもな。そんなのあったっけ。周囲の情勢にも気を配り、長宗我部家とも同盟を結んでいくんだぜ。これで四国から攻められる心配がなくなったはず。今は敵を作り増やしたくはないからな。岡城が攻略できず、さらに薄木城を攻められてる状況で、さらに島津家が攻めてくる。狙いはどこだ。伊万里城か佐賀城かな。今そっちに兵を避けないというのに。3万いた岡城包囲軍派、1万以下まで目減りしてた。本当にしんどい戦いをしているんだぜ。かっこ撃破と足止めによる時間稼ぎで。最低限の存在で勝利。もう主張塞いでも使っていかないとどうしようもないんだぜ。勝てば官軍。激しい戦いの末、なんとか岡城を攻略。よし、なんとか城二つ攻略なんだぜ。ほんとなんとかだな。薄木城もなんとか守れそうだから。問題は伊万里城。熊さんとどう戦うかだな。熊さんは野戦での強撃で仕留めていくんだぜ。宋さんがいないとなると合戦での撃破は無理だからな。城代は役に立たないけど、武将入りならなんとかなる。これで残り4000程度を撃破すれば伊万里城は防衛できるんだぜ。後続は4000かと思ったら6000以上いた。騙されたんだぜ。さらにもう一部隊は鬼島津という。なんとかなればいいが。新野勢は撃破。あとは鬼島津をなんとかすれば。もう少しで鬼島津を撃破できると思っていたら、追加注文が入った。2万ならなんとかなるか。そのくらいなら感はあるな。聞くほかはなし。よし、撃破完了なんだぜ。鍋島さんは早く戻って再出陣を。鍋島さんがうちの主力なんだぜ。岩屋城防衛は東西から攻めてくるからカッコ撃破を目指すんだぜ。まずは犬は鍋さんを。勝ち時を聞くと勝ったのだと心から思えますな。最低限の存在で撃破。これくらいなら許容範囲といったところだな。続いて西から来ているのを。ちょっと多いがなんとかなるだろ。でかい戦場ならどうとでもな。なんとか勝利。少しずつ存在は増えているから厳しさは増しているんだぜ。島津家の次の矢があるかだな。それ次第でやられる可能性もあるんだぜ。ここで伊万里城ではなく平戸城に島津家が攻めてきていて、対応が後手に回ってしまったんだぜ。攻める城を全部宣言しやがれ。それはさすがにだろ。そして条約練習として島津家から武将を引き抜いてる。その後即リリースだけどな。捕まえた魚はきちんと放流だな。納得できん。他は守りきれたけど、平戸城はダメだったんだぜ。こんな偏僻なところまで攻めてきやがって。正直商用の城だからうちとしては美味しくない城なんだけどな。城兵が全然増えないからな。はい、平戸城奪還。強撃するつもりで待機してたのが取り返したんだぜ。はいはい、お帰りください。平戸城奪還からすぐに岩尾城周辺に技法での出陣制限がかかったんだぜ。ということは当然来るよな。6万。おいおい、頑張りすぎだろ。うちの総兵数と同じくらいを出してきてるんだけど。守りを考えない薩摩魂にただただ恐怖するんだぜ。ほぼ全力だな。
うちはほぼ同数だというのにな。やることは前回と同じ。東西で攻め寄せるし、まず勢をかっこ撃破するだけ。まずは東から、どんどん撃破していけ。お礼参りに行きたいが、次はどこを攻めるべきかな。攻めることを考えるよりまず守れ。それもそうか。次は西から来たし、まず勢の主力を。厳しい数字だけど数で押していくしかない。できれば高所があればいいが。あるな。これは活かせそうな展開なんだぜ。左は確定だな。てか、停車でめちゃくちゃ損害出たし。レベル5であれなのか。熊さんの補正もかかって、あの損害かな。ちょっといろいろ考えないとまずいかもな。どっちでも高所を浮かせてる。あとはどれだけ早く敵を撃破できるかなんだぜ。止めてる部隊もそこまで長く持たないと思うから、打ち取りにも期待なんだぜ。入り口さんはいい加減首を置いていけ。逃がさず撃破。入り口さんじゃなく執行さんを打ち取り。島がないってなければどれだけ打ち取ってもいいんだぜ。むしろどんどん打ち取れ。少しでも楽にするためにな。熊さんも撃破したけど何もなし。さむた勢は撃破止まり。高所からの攻撃が少し薄かったか。合わせて2000もいない部隊が2つだからな。ギリギリで戦っているからな。シアンの仕所です。最後あの木口を破壊すれば終わるはず。左右のの木口を攻めてヨシヒサを走らせて。先に尻属口を破壊。これでなんとかしのいだか。ほんとなんとかの世界だな。勝ち時を聞くと勝ったのだと心から思えますな。存在も控えめで追われた。これで島津家が少しでもダメージを受ければいいんだが。まあ、受けたところで少し立てば回復するわけで。ソイレもそうなんだよな。てか、ジャクさんの出番があったんだな。我らの勝利を振り回るのだ。これを生かして人吉城を。攻めたいけどそんな余裕はない。まずは地道な立て直しだな。まさか。終わったかと思ったら。まだ鬼島津が残っていたんだぜ。まとめてこいよと言いたいけど、来たら来たでやられていたかもだからな。このタイミングがベターか。そういうことだな。相方の山田くんをきっちり打ち取り。島津家の方々は打ち取れないが、そうじゃないのはいくらでもだからな。ヨシヒロはシアンの仕所です。ソウさんが被害担当となり、その隙にヒコツルさんが、いかなる手を打つか。鬼島津を混乱させて。よし、これで鬼島津は身動きが取れないはずなんだぜ。混乱から回復する前に落とせよう。一回目は少し足りなかったので、今度は鍋島さんに足止めしてもらい。毎回いいのをもらうのがしんどいんだが。鬼島津相手だからな。とにかく勝ちは勝ち。これで島津家の反抗は防げたか。多分な。何よりも兵の働きがようござった。こすい戦いをしてもこれだけ損害を受ける厳しさよ。鬼島津を撃破しようと思ったら間違いなく負けてただろうからな。島津勢を撃退したついでに大村城を攻め、援軍が到着しそうだけど、こちらに最後の抵抗がなかったおかげで攻略できた。よしよし、一つ一つだが確実に島津家を追い詰めているんだぜ。小さな一歩を積み重ねるのが宗家の戦いだからな。というわけで、厳しい戦いをしつつもなんとか島津家の城を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。